はい、皆さんこんにちは、元気なおじいです。さあ今回はこちら、お待ちどおさまでした、ね、シャウドピースエア3紹介したいと思います。いやもう視聴者さんね、もう待ってた方多いよね。おじい、シャウドピースがそこにあるのつって、もうちょっと置いたんだけどね、もうすぐ分かっちゃうんだね、シャウドピースってね。はい、お待ちどおさまでしたね。もうここ最近話題ではね、ツイッターなんか見てもね、何が出てくるんだろう予告してたからね。はい、そんなわけで、今週登場したのはエア3になります。じゃあね、ちょっと見ていきましょう。ででん、ね、はい、想像以上に小さい、軽いね、もうびっくりだね。想像以上にこの絵の中で、イヤホンがね、ちっちゃい。普通はこう大きく商品見せるためにダーンって出すんだけど、いやもう想像以上に小さいっていうのをこれで表してるよね。はい、なんと片側 4g、 ウルトラ軽いよね。で 4g でちっちゃいんだけども、多彩な機能が搭載されてますよっていうことでね、パンツのポケットに入れても膨らみを感じないぐらい超ウルトラちっちゃいコンパクトね。これぐらいね、もうちっちゃくて軽いものみんな求めてるよね。はい、そしてね、ブランド史上最小コンパクトということで、Air 2もね、かなりねちっちゃかったんだよね。実はね、これが今回のね、Air 3ね。でこれがこれ True Air 2なんだよね。で True Air 3じゃなくて Air 3なんだね、これね。 True どっか行っちゃったね、うん、トゥルリラ、トゥルリラのトゥルがなくなっちゃったらね、リラリラになっちゃうけどね。まあ、それ全く関係ないんだけども、よいしょ。エア2がね、こんなにコンパクトだったんだね、これね。もうポケットにぴょっと、ね、こういう胸ポケットにぴょってね、バッグの脇にぴょってね、すんごいちっちゃくてコンパクトだったんだけど、さらにね、史上最小コンパクト更新です。ね、すごいね。はい、そして、より快適な音声体験ということで、ね、もう皆さんご存知ね、Qualcomm QCC3040 チップを採用、Bluetooth 5.2 に対応し、ね、接続範囲も広がって、ね、そして接続の安定性、データ転送速度も大幅に向上しました。で、Bluetooth 5.2 は、この位置関係も分かるようになってね、で、あと、この今までの昔のね、一昔のイヤホンは、片耳に要は右と左の音を送って、そしてこの片っぽで両方のデータを受信してからもう片っぽに送っていたんだよね。だ微妙な違いはあったんだけど、これはね、同時に右と左で送るんだね。だからね、こう前はこう1本しかないから、ここで他の電波で遮られたらズズズズって感じでもう切れちゃったんだね。今回はね、こう両方あってカバーできるから安定性が向上してるんだね。これが今のね、Bluetooth の 5.2 の特徴なんです、実はね。はい、そしてね、これもね、aptX Adaptive Codec 対応ということで、いや、待ってましたって感じだね。もうこれが今後のスタンダードになってくるであろうというね、コーデックです。ね、これはね、この低消ビットレートをリアルタイムで変化してね、この変化させて音を送ってくれるという、まあ、そういうコーデックです、これね。はい、そして小さなボディから力強い音ってことで、こんなにちっちゃいのになんと 14.2mm のダイナミックドライバーを採用。こんなにちっちゃいから、いや 5mm、6mm って思うでしょ。 14.2mm だってそんなの入っちゃうのみたいなね。わずか 4g のボディなのに 14.2mm すごいよね。だからね、こうちっちゃいながらもね、ある程度ちょっとこう期待ができるよね。ズンちゃんズンちゃんって感じでね。はい、そしてなんとね、びっくりしたのが自動装着ケース機能がついてる。これどういうことかっていうと、ピョって取ったら一時停止、ピョってはめたらまた始まるんだね。みたいな、それ本当ってね、これが興味津々だね、本当ね。はい、そんなわけでね、オープンボックスいきたいと思います。じゃあアングル変えましょう、こちら。はい、アングル変えました。じゃあね、早速開けてみましょう。最初ね、ビニール梱包されてるのでね、このビニールを先にちょっと取っちゃったと思います。テカテカ反射しちゃうからね。はい、じゃあね、新品未開封を、よいしょ、ね、気持ちよく、はい、梱包外しました。
パッケージはこんな感じです。もうおなじみのね、お姉ちゃんです。このお姉ちゃんね、これね、前回の2だったね、こんな感じね。はい。ちょっとね、美しくなったね、小顔になってね、ちょっとね、頑張ったんかな、ほんとね。だんだん美しく成長していくね。はい。そんなわけでね、このお姉ちゃんがいて、ね。はい。こんなモデルだよっていうね。サンドピースさんのパッケージは大体もう共通してるよね。これね。はい。それじゃあ開けていきましょう。てててーん。このスーパーマンのね、マークみたいな、ぴょーん。はい。じゃあ中見るよ。せーの。トゥルトゥー。はい。もうね、開けてもすぐには見せないよ。ね。さあ、行くよ。せーの。ぴょーん。ちっちゃ。うわー。さらにちっちゃくなったね。ほんとだ。この中に本当にイヤホン入ってるのって感じだね。なんかガチャのミニチュア見てるような感じだね。これがね、これエア2だね。ほら。こんなちっちゃいんだね。厚みは、厚みも気も、まあ、同じぐらいかな。丸くなってるからちょっと小さくなってるようには見えるけど、まあ、同じぐらいの厚みかな。なんか若干気持ちちょっと1ミリ2ミリぐらいちっちゃいかなって感じはするけどもね。はい。いや、さらに小型化成功しております。ね。すごいね。はい。じゃあ。周りをね、じっくりと見ていきましょう。で、何やらここにね、物理ボタンがあります。まあ、これリセットするときに使うんだろうね。片耳しか聞こえなくなっちゃったって場合、片耳イヤホンで使ってて、両方戻らなくなっちゃったって場合は中に入れてね、これリセットボタン長く押してれば、おそらく戻るんじゃないかなと思います。はい。で、ここね、充電は USB のタイプ C です。高速充電です。ね。2分の1の確率を外しません。はい。でね、まあ、こんな感じでコンパクトに入ってるんだね。右が右かなこれね。これね、ちょっと待ってね。ベロベロ大丈夫かなベロベロ。サウンドピースさんのやつね。ベロベロ。あ、これ大丈夫だね。これ先端がね、こうちょっと見えるかなこれね。もうちょっとこう、ぐーんとちょっとね、戻したかな。先端がほら、金属っぽくなってて、で、ベロベロはついてないね。はい。こんな感じで、ね。ちょっとね、なんかこうメタルっぽいようなね。で、ここは物理ボタンではないから、まあタッチだね。ここの反応もね、ちょっとアップしてるみたいよ。ね。はい。もうこんな感じ、ウルトラコンパクトになりました。じゃあ付属品の方もね、ちょっと見ていきましょう。よいしょ。はい。この下と、ここと、ここになります。で、エアスリー、ね。これは、マルチランゲージになっているので、ジャパニーズランゲージはね、後ろの方にあるのかなと思ったけど、後ろではないね。ここら辺だ。日本語はここだ。ね。はい。ここからが日本語になっております。はい。ゲームモード。ね。ゲームモードもあるんだね、これね。確か左側ポンポンポンって3回ぐらいやるという気がするかな、これね。ちょっとね、虫眼鏡がないとわかんないけど、ゲームモードがあるそうです。ね。はい。まあ、使うときにはね、これをしっかりとじっくりと見ましょう。はい。そしてね、ここの中に、おそらくタイプ C のケーブルが入っているものと思われます。よいしょ。ポンポン。はい。入ってました。ね。可愛らしいね。はい。片っぽがね、タイプ A で片っぽがタイプ C になっています。これ本当に2分の1の確率を外さないから、ほら、カチンと。便利だね。これで急速充電できるということです。はい。じゃあ、早速ね、音聞いてみようかね。これ。こんな形。ね。はい。でね、まあ、音としてはね、こう、インナー型も、オープンイヤーみたいな感じのね、音で、なんかこう、違和感がない、なんか開放感があるような音だよね、おそらくね。はい。じゃあ、またアングルを戻したいと思います。はい。それではね、実際に接続してみたいと思います。Bluetooth 接続なんで、まあ、Android で設定を開いて、で、接続済みのデバイス、Bluetooth ね、
このところでセットアップしたいと思います。まずこのね、Air 3をね、まあ、ちょっとこれピョって片っぽを出して、で、新しいデバイスと接続するにしたいと思います。そうすると、はい、ここに出てきました。サウンドピースね、 Air 3と出てきました。はい、今ね、ピア、おー、早い、ペアとして、はい、設定しました。で、おー、充電がね、100% になっております。いや、到着して 100% 嬉しいね、これね。はい、つながりました。ということで、じゃあこれ、あ、そうか、これね、どっちがどっちなんだろう、これ気になるよね。右が右なのか左が左なのか、これたまにあるんだよ、右側にあるのが左側とかね。それを確かめたいと思います。まず右側のやつを右側に、あ、そうだ、右が右、うん、で左が左で、これね、軽くポンピョってこう、おーおー、接続した時に喋る声が、ここのところの内側で喋ってるような感じ、すげえなんかね、なんだろう、普通さ、なんか繋がったよってこう英語で言うじゃん、こっちとこっちで、ここで言うの、真ん中で、これ欲しい、初めてかもしれない。じゃあちょっとね、いろんな音、まだエイジングしてみないとちゃんとした音に安定しないと思うんだけど、箱を出し直後の音をね、ちょっと聞いてみたいと思います。じゃあね、なんちゃっていうフラッグ音源で、まあ、なんちゃってなくてもいいか。ちょっと、Be My Movie。おお、箱出し直後ですげえいい音じゃん。おお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 、いい音だ。ね、今これかかって外してることなんだね。すげえな、これエイジング何もしないんだけど、おう、ちょっと待って、ボリュームも結構大きく出るな。おう、すごい大きく出るね。いや、いい音だな、全く違和感がないっていうか、作った音でなくて、ほんと自然な感じだね。で、高音と中音と低音がそれぞれにみんな全部綺麗で、ダンダダンダダンっていうのもちゃんと場所がくっきり分かるような感じで、これボーカル聞くのにすごいいいね。ボーカルがここの間にど真ん中にいて、まあなんとクリアなんでしょう。で、ボーカルの声がさ、いろいろ歌詞が何言ってるか、ほらね、このバックが強いと歌詞が聞こえにくいとかあるけど、これはボーカル向けなんじゃないかな。すごいはっきりくっきり歌詞がわかる。で、いやー、いいね。本当に低音が下品な低音じゃなくて、本当に軽すぎず重たすぎず、本当中音高音邪魔しないいい低音だね、これね。響き方もいいね。いや、びっくりだ、これすげえいい音だ。ヘッヘッ、しないでこの音なの、すごいな。ちょっとキョンキョン聞いてみるよ、キョンキョンね。すげえな、タイムナイトちょっと聞いてみよう。うん、でね、うわ、キョンキョン最大でいくと、いや、高音がすごいクリアで、
でちょっとエイジングしないとね、ちょっととんがってるかな。うん、これ10時間ぐらいちょっとエイジングしたらかなり丸見れると思うけど、うわー、高音の音が立体感がすげえな。もうキョンキョンと一体化してる今。いいね、音いいね。いろんなあの影に隠れてチャカチャカ演奏してる楽器がはっきりくっきり、この後ろの方でなんかラッパみたいなのピューピューピューって言ってるのとか、お、あなたここだね、うおー、タカ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 っていうのもね、これは聴いてるだけで楽しくなるんで、これ大当たりだと思うよ。ちょっとね、ちょっと待って、こうすげえなこれ。ね、あ、ほら本当だ、今ピョンってやったら止まったりなんかするね。ちょっと待ってね、これの検証なんだけど、ちょっとね、ちょっとこっちとね、ちょっと比べてみたかった。ちょっと待ってね、あー全然違うな。あのね、同じグループの鳴り方と同じグループの音質なんだけど、あのね、カンナでもうちょっともう一枚こう削って、一個先に入った音だね。これもすげえいい音なんだけど、こっちはなんかいきなりもっとまとまってる。これもいい音だね。あのね、3の方がもうちょっとね、いい感じで重みが出てる。低音が全体的に割り振られて、ツヤが出てるんだよ。うん。これはね、いい進化だね。本当にいい進化だね。で、こっちの方がね、パワーが、音が大きく出るね。うん。ああ、まあ、全然、カテゴリーは同じなんだけど、こっちはね、すごいクリア感があって、低音はもう全くじゃないけど、低音がちょっとこう寂しいかな、みたいな。ね。そこからまあクリアにいけるっていう。こっちはね、ちゃんと低音が負けてない。うん。もう、いい音。これ、Bluetooth イヤホンの音なのって感じ。あのね、全然違う、全く違う。これをね、ちょっとしか違わないっていう人はね、絶対いないと思う。もう別物。あのね、こっち側よりも箱出しした直後のこっちの方が滑らかになってる。すごくクリアで滑らかで、音の分離感もすごい綺麗、ちゃんと分かれてる。これが音が良くないんじゃなくて、これすげえ音いいんだけど、おじいもおーって衝撃的だったんだけど、いやこれはね、オーディオコンポにちょっと近づいたね。これはね、これはすごいよ。うん。タッチの反応が良くなった。何？あ、反応がいいね。おじいのこう触ったのに反応がいいね。これがなんとかモードか。あ、ゲームモードになった。こっちだと、成功確率が薄いんだけど、こっち一発でいったゲームモード。で、ちょっと再生いこうか。ゲームモード何が変わったんだろう。ちょっと待って、
今ゲームモードってこっち3回やるとゲームモードになるっていうのが、このトゥルーエア2の仕様だったんで、ちょっと同じようにやったらゲームモードって一発でいったんだけど、何がどうかったんだろう、ちょっとなんかオブラート進まれたような感じになっちゃったんだけど、これがゲームモードなのかな、ちょっと曲々聞いてる分にはね、ちょっとあんまりよくわかんないんだけど、うん、ちょっと違うの聞いてみようかな、ちょっと待ってね。じゃあね、Amazon プライムミュージック聞いてみよう。これ本当は元気なおじいの予定としては箱出しで音を聞いてみて、でちょっとこっちと比べてみて、あ、ちょっと音がこもり気味だから、ちょっとエイジングしてから、じゃあはい、エイジング後のおじいにバトンタッチっつってやるつもりだったんだけど、必要ないよこれ全く。だそのまんま、プライムミュージックだったらどうなんだろう、いい音じゃないんだけど、ちょっとそれが気になるので聞いてみたいと思います。おー、音源はあれで、うわすげえデモだな、ダン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 、わあすごいすごい、これがあの14ミリのドライバーの重みだね、これ本来の、すごいもん、ダンダンダンってきてる、ちょっと音下げよう、低音がすごいすごい、うん、あの音質は下がったんだけども、でもいいよ、うん、いやすげえなー、ちょっと久しぶりにお気に入りになったねこれね。はい、まあちょっと長くなっちゃう、キリがないね。はい、そうだけどオープンボックスなんで、ちょっとこの辺にしておきたいと思います。ちょっとこれね、エイジングしながらね、今日ずーっと聞いてるよ、これ。これはね、もう確実に大当たりです。これね。いや、これは楽しいわ。でね、これのいいところっていうのは、これね、クラゲとかそういうのがついてないんで、止まった止まった、本当に止まった本当に止まった、あ、音が流れてる、始まった、本当だ、うっそみたい、これどうやって感知してるんだろう、これうっそみたい、本当本当、これちょっと信じらんないけど、本当に外すと止まって、戻してちょっと1、2ってなったら再生が始まった、すごいねこれ。でタッチの感度もなんかあのこっちより全然良くなってる、こっちはね3回押したモード切り替え結構失敗するんだけど、こっちそのまんま素直にいけたのと、あとあのボリュームのこの反応もね、ピッピッてこう反応が良かったです。この辺がねやっぱあの進化してるんだと思う、だんだんね。はい、いやこれはあのまた続編の動画を作りたいと思います。しばらく聞こうなとはね。はい。じゃあ気になるね、お値段の方を見ていきましょう。Amazon ですね。今現在。せーの、ぴょーん。ということでね、お値段の方、もう自信を持っての5380円となっております。ね。今日一般の方が見れるようになっております。ね。今日は8月の今日16日かな、月曜日になります、今日ね。今日は一般公開になってます。で、元気なおじいはね、これあの、もう前もって届いていたので、ページの方もね、こう検索すると、ぴょっとこう見れたんだよね。ああ、これか、みたいな感じで、ね。このページ自体はね、11日ぐらいから始まって、こうなってたんで、ね、今現在もう4個のレビューがございます、ね。はい、そんなわけでね、今回は5380円。あ、もうこれはもう納得の金額だなって感じがします。でサウンドピースさんといえばあのこれ、はい、注目ツイッターね、サウンドピースジャパン、ここをまあぜひフォローして、続編を見るといいと思います。来週ね、登場をお楽しみにってね、てんてんてんってこうなってて、でまだそこから更新されてないんだけども、その後に何かしら出てきます。じゃじゃん、エアスリー登場してね、何かしらのアナウンスが出てくると思います。でサウンドピースはね、いつも新商品出す時には
オープニングのね、店長のキャンペーンっていうのはね、いろいろ始まるんでね、多分ね、いつものパターンだと、バンバンバンだね、キャンペーンが始まると思うので、ちょっとこちらの方をね、チェックしていただければなと思います。はい、そんなわけでね、あと細かい内容なんかはここら辺いろいろ書いてあるんで、このリンクがこの動画の説明欄にあるんでね、直接見に行ってみてください。サウンドピースの音はやっぱり期待を裏切らない。ね、私サウンドピース大好きなんだよね、本当。ちょっとね、この感じ、おじいもこれすごい気に入ってるんだけども、さらにちっちゃくなってるんで、ちっちゃくなったから音しょぼいんだろうなと思ったけど、いやーもう期待を大きく裏切ってさらにパワーアップしてるんで、これをね、持ってる方多分多いと思うんだよ。爆売れするモデルなんで、これを持ってる方が、これを聞いて、もう秒で、あ、違うってわかるよ。で、おじい結構ね、耳バカな方なんだけど、そんなおじいが聞いて、あ、全然ちゃうやんってね、感じなんで、これを持ってる方がこっちを買ったとしても、全然満足できると思いますね。あと、お値段なんでね、ツイッターの方をじーっと見ておきましょう。はい。まあ、だけどね、おじいのファーストインプレッションオープンボックス編でございました。参考になった方はね、グッドボタンよろしくお願いいたします。続編作るんでね、お楽しみに。あと、元気なおじいにね、なんかこう聞きたいことがあったら、この動画の説明欄に書いていただければね、いつもと同じです。ガチンコでね、ちゃんと対応したいと思います。おじいでした。またね、バイバイ。